南蛮貿易南蛮文化とは、戦国時代から安土桃山時代にかけての日本の文化である。この時期に盛んになった南蛮貿易と教師によるカトリック伝道に伴うヨーロッパ文化の需要を指しており、歴史上西洋人と日本人との最初の接近によって生まれた文化である。世界史的には大航海時代に属し、いわゆる世界の一体化における 歴史事象の一部を成している。なお、南蛮人とは中国語の南蛮に由来しており、主としてポルトガル人とスペイン人のことを指す。共に東南アジアを経由して日本、東アジアに渡来したことに基づいている。桃山文化及び南蛮貿易も参照南蛮屏風より南蛮寺の様子天文18年。 キリスト教の布教のため薩摩国鹿児島を訪れたイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルは非全国平戸を経てス王国山口を訪れそこで中国地方の戦国大名大内をしに時計、メガネ、ひな銃、武道酒、オルゴールを贈呈している。ザビエル以降、ガスパル・ビレラ、ルイス・フロイス、クネッキ・ソルディ、オルガンティノ、アレッサンドロ・バリニャールイス・デアルメイダ ガスパール・コイリオ、ジェロニモ・デ・ジェズス。オルガンティーノは、A60 年、京都に、教会堂として、南蛮寺を建て、また、安土チには、神学校を建てている。宣教師たちは、セミナリオやコレジオで、神学、哲学、ラテン語、音楽、絵画を教授したほか、天文学や歴学、数学、地理学、公開術、医学など、実用的な知識を日本に伝えた。また、 教会の天礼音楽として、グレゴリオ聖歌が歌われた。EN、グロッサリオブ・ジャパニーズ・ワーツ・オブ・ポーチュギーズ・オリジンも、参照品ナ・ジュー・ウン・スン・カルタ宣教師の来日や、南蛮貿易の流星に伴い庶民の中にも、南蛮風の衣服を身につけるものが現れた。また、一神教の教義やヨーロッパにおける、一夫一歩性、及びそれに基づく倫理などは、多神教と、半神論に、 馴染みの深かった、それまでの日本人には強い衝撃を与えた。文物としては、鉄砲、油絵、銅版画、地球儀、機械時計、メガネ、西洋楽器などがもたらされた。いわゆるコロンブス交換により、新大陸起源のものももたらされた。特に、アメリカ大陸から東南アジアを経て、タバコがもたらされ、日本人の間に喫煙の習慣が広まった。南蛮人、 南蛮文化のトライはまた、単に新しい科学的な道具や珍奇な物品、文物をもたらしただけではなく、従来の日本人の視野や精神になかった地域との遭遇でもあった。そして、古代以来のインド、中国、日本という三国を元とした世界観は打ち破られた。衣食、医療のほか音楽などの面でも、南蛮文化は意外なほど、当時の日本に浸透しており、今日、 最もっとも、日本的な文化の一つとされる茶の湯も、当時にあっては多分に、異国趣味の要素を含むものとみなされていた。南蛮文化そのものは、江戸幕府の貿易、情報等制作のために短命に終わったが、カルタやタバコはその後も広く普及し、パン、カステラ、カッパ、コンペイトシャボン、ラシャ、ジュバン、メリアスなどのポルトガル語も、日常的に用いられ、現代の日本語にも、 単語として残っている。南蛮美術も参照、体制を後期バズ、日暮寺書天章13年、天章剣王施設は、安土城の風景を描いた仮の葉の屏風絵を、ローマ教皇に贈呈した。やがて、日本人の手によって南蛮屏風も描かれた。南蛮屏風を描いた画家は、多数に及び、仮の葉の仮の内膳も南蛮屏風を描いている。南蛮屏風は、 西洋画の影響を受けながらも、基本的には、日本の画法で描かれており、商人や宣教師に混じって、黒人奴隷や、虎、アラビアバ、妖犬、像なども描かれている。世界地図屏風や、大西王国基バ図も講義には、南蛮屏風の範疇に属するが、それに対し、日本人が、日本画の材料を用い西洋の風俗画を模写した作品も知られており、 中でも、傭人総学図病部、四都図世界図は有名である。宣教師、ルイスであるメーダは、文語国府内で、ハンセン病患者のための給料院や、孤児院を設立し、これを機に、南蛮医学が急速に広がった。この病院では、アルメーダ自身が西洋流の外科医療を行った。一方、内科や薬は、医学、薬学に通じた元僧侶の日本人キリシタンが担い、また、 宣教師は、清水やロザリオ、祈祷文などを利用した、神学的、呪術的な医療を主力としていた。神学的、呪術的な医療は、当時の日本人が抱いた、病気治癒など原生利益への期待に沿うものであり、宣教師は師のみならず祈祷師、恩明師の役割を兼ねていた。金属製の活字による、活版印刷術は、イエズス会の宣教師バリニャーノによってもたらされ、 印刷機も輸入されて、ローマ字によるキリスト教文学、宗教書の翻訳、日本語辞書、日本古典の出版なども行われた。これがキリシタン版であり、出版された土地の名をとって、天草版、カズ版、長崎版などと呼ばれる。特に百九十二年の天草版、平家物語や百九十三年の天草版、磯穂物語、1六百三年の長崎版、 日報辞書などは、ポルトガル式ローマ自体で出版されたため、当時の日本語の応を忠実に記した貴重な資料となっており、国語学的見地からも価値が高い。ジョアン・ロドリゲスが1604年から1608年にかけて編纂した長崎版、日本大文典も、また東国方言などをも収載した貴重な資料である。宗教書には、 キリスト教の教理問答を解説した1592年の天草版、ドチリナキリシタンや、完全の教訓を感じ、ひらがな混じりの日本文で記した1599年の長崎版、ギャッド、ペッカドル、コンテムツスムンジなどがある。織田信長や豊臣秀吉と親しく交際し、その保護を受けて布教したルイス・フロイスは、変年体のフロイス日本史を表している。 ありがとうございます。